い、終わりです。今日は皆さんが待ちに待ったクリスマスということで、今回はお絵かきをしていきたいと思います。ただお絵かきするんじゃなくて、クリスマスにちなんだものを描こうかなと思います。で、使えるインクの色なんですけど、フェスで使える色が全部使えますね。この2色を合わせてクリスマスっぽいものを作っていけたらいいなと思います。神の絵を見せてやる。神の絵を、今回のテーマクリスマスツリーだから描いていきましょう。で、これが土台となる緑で、これをツリーのあのヘタの部分にしよう。まあもちろん汚くなっちゃうからペチ塗りで、これは塗るわ、ペチ塗りで。どうなるかな、黄色をどう使うかだね。あとこれクリスマスツリーのヘタの部分だから、こう伸ばしていこう。三角型だもんな。お、いい感じじゃない？あれ、これどうなってんだ？あ、でもこれ伸ばせばいいのか。おー、スター。危ない、危ない、危ない。え？なんか顔つけてる。顔になった。顔になったぞ。ほら。顔になった。人間だ。すげえ。人間だ。お、すげえ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 。人間。よし。ちょっとさっき顔になっちゃったから、テーマはクリスマスツリーということで、もう一度やっていきましょう。今回事故がないように、みんなポイズン持ってもらいました。ポイズンだったら、もしミスったところで、濡れないから、まあ、セーフ。これで、作っていきましょう。クリスマスツリー、スタート。ペチ塗りで塗るっていうのはね、新鮮ですよね。あ、スター書いてくれた、スター。これがどうなるかって難しいよね。クリスマスツリーってさ、最初のお題からしたら難しいんじゃないかな。お題はクリスマスツリーとは言ったけども、どういうクリスマスツリーなのかは言ってないけど、これ共同作業でここまで作ってるよ。すげえ。みんな絵心あるんだね。絵が上手いんだ。俺、絵、上手いよ。俺も絵上手いよ。あ、今いい感じだ。星もいい感じになってるよ。すごい。ちょっと今飛んでみますか。あ、いい。あ、これ飾りつけてるのかな？あと20秒しかない。頑張れ黄色頑張れいいぞ。反転ついた。飾りついた。お、すごい、見て。クリスマスツリーだ。次のお題は、雪だるま。まあ、クリスマスと言ったらね、雪だから、まあ、安直な答えだけど、雪だるまでも作ってみましょう。で、内側が白チーム。我々が白チームで、まあ、あと青ですね、残りの青。これ確かハローキティとシナモロールのフェスのやつです。で、ちょっと、基盤となる部分を描いていきますか。まあ、頭と体だからこんな感じか。で、頭の方がちっちゃいんだよね。あ、始まった。胴体をでかくしなきゃいけないんだ。なんだこの青いの。この青いのはなんだ。わかんない俺には。この青いの何？あ、頭か。すげえ頭か。なんかバケツかぶってるのか。あ、で、目。口かな？あ、いい。手も描いてくれて。ほら、すげえ。
雪だるまや。かまよい。ちょっと飛んでみよっか。うわあ、雪だるまだ。わあ、すごい、見て雪だるま。はい、最後のお題です。クリスマスツリー、雪だるまときたら、最後は、チキン。なんか、ケンタッキーのイメージがすごい強くて。毎年私はチキンを食べているので、チキンにしようかなと思いました。ということで、チキンを描いていきましょう。で、茶色と、あと白、骨の部分で構成されます。チキンってどうすればいいんだ？その、試行錯誤だよね。チキンって、みんなの思ってるチキンが、どうなってるのかわかんないや。とりあえず、でっかくしてみよっか。骨だ。骨だこれ。わあ、チキンだ。チキンになったぞ。骨付き肉。スプラトゥーンってすごい。